でいいやって人もいるけど。でもほとんどが初期スキンじゃ、本家見てると初期スキンよりはやっぱりみんな課金してでも買ってるよ。あ、シャードで買える衣装もあるけど。ガマケーション。ガマケーションあそこ回せればでかいのはやむ。あれ終わったでしょ？あれは。何ですか？一緒に回す。あ、もうと、全部終わって、もう、それはサブアカだったんで。ああ、そう。俺はカボチはい、ャ終わっあたかと。らいいよ。もう終わった。カボチャ終わったから、も俺は6回やんなきゃいけう。うん、ないだやつ。から、うん、俺は壊さないから大丈夫。そもそもカボチャ探してる、あれだからカボチャ、このさ、マップで2個壊したことあるの？ 1 個とか3個。いや、マップは出てこないと思いますよ、カボチャは。そうなんだ。まあいいや、とりあえず、勝てなさそうならやめればいいし、気楽にカボチャでもいいよ。アーティストか。全然カラス臭しないアーティストだ。じボットじゃないですか、これ。ゃあ、なおさらカボチャやってていいよ。なおさらヒロちゃんあれですよ。アイテム持ってあ、じゃあアイ脱出テでムす取りよ。に行くわ。虎のやつが取るかもしれない。この近くでバリバリ。お、当おたっや、た。ねえじゃん。いや、この人、パスは。お湯の方に行かないといけない。真ん中あたりで、小屋の方面で、チェイスしてる。じゃない？と、うん。小屋のとこ。いる。丘んとこで、小屋の近くの真ん中の丘んとこで、ジャングルジムのとこ。だから固有方面はフリース、現状。余裕で回してくださいっていうか、かぼちゃ探してくださいっていうか。もうかぼちゃだいぶ蹴ったわ、俺。じゃあ2、3個あるんだ、だいぶ蹴ったってことは。このマップ内5、に。6個ぐらいある。もう課金のカラス、アーティストじゃん、これ。ボットだね。課金ってなってると、通常の衣装じゃないとボット臭特訓するよね。本当ですよ。この頃、通常の方はボット臭しないけど、なんかね、上も課金で衣装を買わせたいのかしんないけど、ボットの衣装がね、じゃあなおさら出なきゃいけない。でもね、あれする人いないからよかったね。亡くなる人いないからね。ボットにすぐ捕まって亡くなる韓国人いたからね。通報したけど。おかげで、接戦のゲームになるっていう。こういうのはないからいいんじゃない？もう、私はただ生き残るプレイにしよう。これをかけたんで。真ん中に2つあるような。まあ、真ん中回せればほぼ勝ちでしょう。やたら発電機を修理せよっていう。どこまで発電機を修理？この人に言うよ。ちいかわっていうのはなんかのアニメなの？なんかの。なんかのアニメかなんか知んない。という方面に行くか。ただ回ったから。真ん中1個回ればもうここのところは勝ちだから。焦らずとも。赤ずきんさんが今回してるとこいるわ。赤ずきんはなんだっけ？狼が赤ずきんじゃねえわ。木村結衣だわ、回してんの。発電機回しなさいおばさんだよ。あ、使ってる人は男性かもしんない。発電機回せ、連呼するおばさんだよ。発電機回さないとか。このゲーム発電機回さないやつがいたら、ダメじゃん。パッドでいちいち打たなくていいじゃん。まあ、使ってる人がね、木村結衣の方が男性で、ホワイトの方が女性かもしんない。で、肝心のおめえが発電機回さねえのだよ。肝心のお前は何してんだよ。かぼちゃ探し。あんなにチャット打ってるお前がかぼちゃ探してんじゃねえよっていう。あんなにチャット打ってるやつはかぼちゃ探してたら、笑うだろみんな。
あんなにタット打ってるやつがせめて発電機回せって話だよ。自分がやれないのに人に言うやつはダメだよね。自分がやる気もないのに最後にこうなった時にカボチャ探ししますってやつが発電機回せ発電機回せってチャットをじまくんだよ。ダメでしょ。あ、もういい。で、脱出して俺のこう、あぐ俺抜けるよ。あ、90。わかった、任せる。俺、ま、じゃあ待ってるわ。あ、そいつは木村優衣見せてよ。ホワイトは任せる。木村優衣は見せてよ。あ、無理。自分、俺抜ける。じゃあねー。木村優衣は見せていい。ダメ。絶対ダメ。こいつは救うな。チャット持ってる。ダメ。人間性の問題で救うな。じゃあ、あれですね。野良に任せましょう。うん。ドワイトは救ってもいい。木村優衣は、俺ならもう絶対救わない。100% 救わない。ドワイトは救っていい。木村優衣はね、やってることと、自己中すぎて言葉が出ない。でもそこじゃないんだよな、方向が。だから救いに行かなきゃいいのに、あんなの。そこだからいいけどさ。あ、そこ空いてた。あ、じゃあいいじゃん。じゃあいい。よかったよかった。だってさ、かぼちゃ探すようなやつがさ、発電機回せって人に言うんだよ。あげくの果てに、救助しろって言うんだよ。もう、俺救わないもの、その瞬間。発電機回せって言葉通り自分も何にもかぼちゃもチェストも開けないで発電機ひたすら回してる人なら俺は何も言わないけど。救助しろって言った時点でもう救わないもん、もう 120%。フレンドでもあるまいし。まあいいや、もう勝ちだからどうでもいいな。アーティストのパークも見なくていいや。ボットでしょ？だってカラス使ってないもん。ボットです。うん。カラス使わないアーティストだったら、進路を、限定したりもできないし、支援も行うことができないから。ただの、あ、でも僕は脱出できたからね。これで4回目？アッキー、ボットの時間はチャンスタイムだからね。4回目。4回目。回という、新位置。誰の衣装これ。エアカールソン。カボチャのやつ。カボチャのやつなの？フェイタリーラさんの。あ、フェニックスか。フェニックスか、これ。似合わない。ありますよ、衣装。あ、あるの？衣装じゃないの？あれ、ホラーナイトかぼちゃコンテストにスキンがあります。上だけかな、これ。家で脱げなきゃダメなんだ。こうすると外れるっていうのがめんどくさいから。そう。まあいいや、戻るわ。ここまで見たいわけじゃないし。交換所とかでスキンを買っていくシステムって、まあ、スキンよりも、それよりも早くイラプ呼び声、共鳴、弱体化しろって話だよね。弱体化するんだって。それよりも、うん。あと、なんでナイトの順番が違うんだっつ。俺っちからなんでスカルマーちゃんと組んだっていう。まあ、私はまあ、タリタン来たからまあいいんだけどさ。あ、見た目ですよ、はっきり。あ、見た目っていうか、まあ、あれだよ。ハディカールよりマシっていう方の見た目の話をしてるから、俺がこの絵は好みっていうわけではない。ハディカールよりはマシっていう。初期キャラ使うのもあれだからっていう。本家でこれ使ってる理由？うん。武器キャラとか使ってもあれだから、武器キャラなんてほとんどの人が使ってるし、最近の新しめで見た目マシだからっていうキャラの理由そんだけ終わり。あ、僕の好みではない。僕の好みとか好みとかではない。僕は誰でもいいんだけど、ハディカウル使えてたらハディカウル使うけど。これが今ネアのやつ持ってるやつが新しいやつですね。いやもうこれってさ、こっちの方でシルバーなのゴールドなのあれなの。これ多分プラチナじゃないですか、これ。だよね。こっちの方がプラチナだよね、と思って。なんかすごいかっこいい。俺のやつは前のやつのゴールドかな、これ。あ、そうなんだ。うん、ああ、人気があったやつだよ、これ。そう、前のゴールド。1年間のスキンの中で、赤ずきんネアは人気があった方、上位にあった方だよ。俺、アドレ買ったもん、その日、その時に。その時に買ったっていうか、用のやつで撮ったけど。ガチャ石で撮った。
確認言うと課金はしていない、はい、アチャ石で服は買わない、そもそもキャラは買いたいけどキラーやらないから意味ない。まあ個人的にはボットでもいいかなと。エイス、マップ指定はないよね、レリーとか。あったら即抜けでもいいけど。ない、ボットじゃないレリー。なければいいですよ。戦いたかったら戦って、戦えなかったら、あれ、あとなんだっけ、任務は何ですか、ウィークリーは。俺はもう任務量もう全部終わってます。おヒロちゃんだけです。まあ俺のは難しいですね。6回脱出なんで、まあ。今週、まあ、誘ってもらえたら、今週誘ってもらえたら、トータルでやるって感じだから、多分。ただ、金曜日、チャラミーさんはね、ね、と、あれ、あれ。今回ね。あ、はい。だ。なんとなく。あれ。はい、わかりました。はい。なんとなく。じゃあ、帰ってくるから、なかなか、うん、夜は厳しいらしい。ルームシェアの、まあ、お友達の女性の方ね。はい。が、今までちょっと違うところに行ってたけど。違う地域の、おい。ドア山なしが来てくるやつ。うん。ほんと。え、ボイルオーバーついてる。あれとして、この、うちの弟なら、こんなパーツつけて、楽しくなってきますよって話になっちゃうわ。カンカン。あのさ、弱音はなしなの、多分。レイス力あればいいけど、レイスとか、うまく解除して、理解できるやつがいたら、まあ、ベリリアとかつけたりして、解除の時間が早いやついたら、やめた。ワンパン状態だとめんどくせえよ。あ、まあ、やってみてダメだったら終わっていいよ。あ、大丈夫です。頑張ります。うん、まあ、諦めないは任せる。試合展開で決めよう。さっきのトラッパーみたいなのだったらいいよ。ベースキャンプしてるやつなんかまずやんなくていいよ。わかんないな。すごいな、タンタンって。このカンカンはしてるんだね、つまり。飛んではないんだ。ああ。さっきの人と弱音はなしだの人って頭がいければ弱音はなしだなんてどうやってやんのこれ。ワンパン状態の。ワンパン状態のレースだったら逆にめんどくせえだろ、まず。ワンパンじゃないから、ね。ライト当て。ライトアウト救助。ああ、課金の人がいる。じゃあ、俺とかが、あと、弱音はなしだが輝いてくれればな。間に合え。あ、間に合わなかった。いや、でもちょっとでも時間稼げたことが大きいんじゃない？弱音はなしだってハンデ抱えてるから、ライト救助の人のセンスっていうのにかけるしかねえわ、この人。でもなかなか難しいよね。フォーメーション的に近くにいるライト球場。どうもいい？いや、あ、スイッチあり。ないです。あ、不安を煽るものスイッチ。ああ。不安を煽るもの。こいつもう狙われるだろうね。まあね、狙われてもあれですけどね。あった。ああ。よいしょ。今下でやられてる。ああ、ライト球場の人の石がむちゃくちゃ悪いだろ。そこまで計算は入れねえよ。いい、回せるなら回して。ただこっちに向かってる可能性はあるよ。上にいる、今上にいる。はい、一人戦略外通告の動きだもん、もうレナートは。特になんないもん、それだけ。来た感じわかるぐらい、もう。連れ帰るぐらい。一人戦略になんないもん。連れ帰るレベルで戦略。
ポチ見た瞬間に、あ、タクシーさん行けるなら一旦、あの、サーカスの方のあたりだよ。サーカスのジャングルジムのあたり、はい。これはもう回復終わったんで。これはそれと助ける価値がないぐらいの動き、あ、行ってる？ポチ見るだけで絶望するよね。途中でしゃがんだりさ。来てるんだけど、サーカスの方のジャングルジム。いければこっちの人は助けたいわ。あ、スイッチが入ってんだよ。じゃあ回してていいですよ。しょうがない。さあ離れちゃう。あ、来たい。これどこに来た。小屋あたりで回しててくれれば残り試合になると思う。無視でいいよ、俺は。小屋が、あ、地下に、地下に、地下があるわ。釣られます？釣られる。地下、照明が、照明があるよ。あ、照明あります。スイッチあるけど、地下釣ってくれた。最悪、俺無視でも反転機回せんなら。レナートは小屋あたりで回してて。俺回してるんですけど。回せる。捨てていい。回せんなら回していい。いや、ノーアルかもしれない。ちょっと待ってくれ。うん、回す。あの、回す優先でいいよ。回す優先で少しでもつけといて。来るかもしんないから。オッケー、ありがとう。なんとかこの人は救いてえよな。あ、ヒロちゃん、アイテム交換。してる。あるある、アイテムある。あとゲートだけ、俺の問題は。どこのゲート行くかどうか。はい、ゲートがわかんない。ゲート開けとくか。あ、開けといてもらえれば。あ、失するわ。3。皆さん、ヒルちゃん開けて。よし、よし、よし、真剣勝負で勝ったよ。よし、脱出すること優先だから5回目。おお、5回目か6回目か知らないけど。よし、今日は脱出優先だから何のように脱出するかな。あナイスデッドハード。爆裂したね。鍛えるのがな、透明化のスピードやつと、壊すやつか。壊すやつな。てか、不滅いらなくない？